見る芹沢くんと同じクラスに「僕霊感があるんだ」って言っている男の子がいたんですでなんかね急にねこう「変な声が聞こえる」とかね「そこに霊が見える」「男の人だ」とかね、まあ、言い出したりするんですよでなんか普段からこう数図をね腕につけて学校に来たりとか ま,ああるいはねまた例えば自分の父親の家系には霊媒師がいるんだとかねまあみんなに行ってみてたりとかまあそんなことするんですよただねまあ嫌われていたわけじゃなくて全然ねそんな中二病っぽいわけですけどもむしろ好かれてたんですよ結構まあ本人がね何ですかちょっとこうミステリアスな雰囲気があったから多分その見た目とかねその雰囲気たたずまいとそのキャラクターが合ってたからだと思うんですけど まあ、嫌われてなかったんですよ全然むしろ好かれてたんですよ人気者だったんですで芹沢君はね、まあ、正直なところ、まあ、そういうなんか「霊だの何だの」とかっていうオカルト話とかっていうのは全然興味なかったしまあ、何よりねなんか「絶対見えてるわけねえだろう」うとか、まあ、そういうふうに思ってたんですよだからいっつもねそのまあ芹沢君はその彼のことを霊感君って呼んだんですけどその霊感君がねキャーってね女の子と盛り上がったりとかすると くだらねえなって思ってたんです。まあ、そんなある日のこと、まあ、休み時間だったんですけどね、まあ、自分の机のところに座ってなんかダラダラしてたんですよ芹沢くんはそしたら急にねこうタタッタッタ,ッタ,ッタ,ッタッって誰かやってきて自分の机の前に立つんですよ。うんと思って顔を上げたらそれクラスメートの C くんだったんです。 でその C 君っていうのはねまあ何て言うんですかねクラスの中でも一番目立たないなんかこう組とかねみんなで組んでくださいって言われたら一人余っちゃいそうな感じのまあいわゆる陰キャみたいなねまあ子だったんです。でそんな C 君がね、まあ、学校に入学して以来喋ったことなんてほとんどないのにもかかわらず急にねスーッて近づいてきて星澤君に「ねえ」って言って,言っ,て言ってくるんですよ。 あなんだと思って、何っていうふうに聞いたら、あのー、まるくんだけどさ、って言ってくるんです。そのまるくんって、そ霊感くんってね、芹沢くんが呼んでるあの霊の,あの霊感があるんだって言ってる、まあ、男なんですよ。ああ、なんて思いながらね、まあ、ちらっとその霊感くんの、ね、方を見たんですよ。まあ、そしたらまあ休み時間なわけですから、なんか女の子たち相手にね、 なんか前世だとか,か守護霊がどうだとかって話をしてすごく盛り上がってるんですよ「キャーすごい」とかって言いながらで芹沢君それ見て「は <laughs> ああいつな <laughs>」って言ってまあちょっとなんか嘲笑気味にねまあ答えたんですよするとねシー君突然パッってね満面の笑みでこんなこと言うんですよ 君もわかるあいつの霊感って嘘だよねだってこの前さ <laughs> 校舎裏でさ一人こっそり泣いてたんだよでね <laughs> こんなことしないと友達ができないってさ <laughs> それでさんその様子をさ録画しておいたんだけどさ見る C 君ニヤ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 ずーっと笑いながらね芹沢くんの顔を覗き込んでるんです芹沢くん思わず「うっ」って言ってまあ変な声を上げちゃったんですけどもそこからはもうやんわりとその C くんの言ってるね「見る」っていう言葉をまあ断ってでそれっきり C くんが近づいてきてもまあ避けるようになったらしいです だから、その C 君が言っていた、この前、校舎裏でさ、一人こっそり泣いてたんだよっていうね、で、それを録画しておいたんだけどさ、って言ってること、それが本当なのかどうかっていうのは、まあ、真相はやぶの中だそうです。ただね、一つだけ気になることがあって、それがね、ある日を境に、霊感君が、 そのクラスで一番目立たないねその C 君ですよその、C、君を見るたびになんかビクビクするようになったんですでしかもね、まあ、その C 君の目を気にしてるかわからないですけどなんかね僕には霊感があるんだみたいなね発言を急にねやめちゃったんですよでそれからもうしばらくすると一身上の都合でって、まあ、転校していったそうです まあそれだけが唯一金にかかるそうです。